やっぱチョコボール取ってきやすわ、ちょっと勝負に出ます。ピンクのスキンあったかな、見てこよう。ピンクいいっすよ。ピンク、ピンク。でもなんかやばいっすね、これ。31年生きてきて趣味何ですかとかって聞かれるとすげえいつも困るんだよな、うん、なんて答えるんですか。いや、なかった。なんだろうな。でもやっぱ趣味でゲームやってたわ、今仕事になっちゃってるんで、マジで何もないですね。なんだろうな。いや、でもなんて答えたらいいんだろう。なんかさ、会社とか、うん、昔僕普通にサラリーマンだったんですけど、はい、なんかそれの面接の時とかやっぱ、うん、まあ趣味もそうだけど長所とか短所とか聞かれるんですけど、あ、よくあるやつですね。なんて答えていいかマジで分かんなくて。いや、本当に分かんないよね、そういうの。なんか自分のことだけど自分のこと知らないみたいな。あー、よく分かんない。なんかあーって入ってきた。あー、でもね、なるほど。趣味か、やっぱ昼寝食べること、うーん、でもそんなのな、ラーメン食べる。あ、でもいいんじゃないですか、ラーメン食べ歩き。ラーメン食べ歩き、食べ歩きいいじゃん。食べ回りっていうんですか、比べる。なんて言ったらいいんですか。食べ歩き、わかんない。美食家って言っとこうじゃん。美食家ちょっと盛るぐらいは当たり前だから。美食家で言っとこう。え、じゃあめちゃくちゃラーメン食いに行ってんすか、いろんなとこ。いや、最近行けてないっすけど、うん、まあそうね、出歩けないから。そう、週1回ぐらい食べてたラーメン。すげえね、めっちゃ食ってた。だからね、もう毎日食べたいってなっちゃう時期があって、やばかった。顔パンパンになるんですけど、ラーメン食うと。どういうことですか、顔パンパン。顔パンパン、顔パンパンならないな。俺昨日撮影だったんですけど、はい、あ、はい、俺深夜に出前館で、はい、まあその日1日なんだろう、2食分くらい頼むんですよ、出前館で。はいはいはい、はい、で前日松屋の牛丼頼んだんですよ。そうでしたね。で深夜に牛丼食べて撮影挑んだら顔パンパンしたね、マジで。睡眠が足りてないんじゃないですか。え、睡眠じゃないですか、足りてない。あ、まあ睡眠もそうかもしれない。確かにな。じゃあ今後そのパンパンの潜在写真が見れるということですか。なるほど、楽しみにしてます。顔パンパンさん、そういうことか、ラーメン。あー、なるほど、ね、全部繋がった。びっくりした。なるほどね。なるほど、あるさ。なるほど、ラーメン食べてるからこうなっちゃったと。あー、そっか。じゃあ、そうは言ってないよ。そうは言ってない。そうは言ってないよ。つながった。そうは言ってないよ。なるほど。まあ、もしかしたらあるんじゃない。まあ、可能性の一つとして。そうね。まだ研究解明されてないから。まだ謎の段階だから。じゃあ、エビ先輩食べて検証してみたらいいと思う。あ、やだやだやだ。うん、やっぱ大事。そんな食べない。俺でもね、2週間に1回ぐらい餃子作ってた時期あったけど、うん、え、餃子作ってた。そう皮に包んで、皮に包んでやる。だって絵面面白いんだけど、やめて。餃子なんか家で作るやつ好きやったな。え、作ったことないよ。あ、間違えた間違えた、待って待って待って、レベルでいいですか、自分の方がいいですか。まあとりあえずレベルやってみます。 OK です OK です。すごいね、見てこのピンク。どう、これマサミさん。いや、よろしく、びっくりした、びっくりした。いい淡いピンク、限りなく初期スキンしかなかった。びっくりした。パチモン感がやばいでしょ。だってピンクかどうかもわかんないよ、これ。うん、ピンク、うん、なんかソーセージついてるみたい。おい、わかる、腸に詰められた段階のソーセージの色してるもんね。ねえ、美味しそう。